知ってる人も知ってる人も知らない人もこんにちは。ポンシャン4年のコップエカリーです。結構めっちゃおしゃれに巻きに行くんですけど、まあ、まずその感謝を伝えたいとなって、まあ、ここにいる会場の皆さんもありがとうで、マジで私も引退として守ってくれたみんなもありがとう。本当に大好きな人と会えて嬉しいです。でこの曲選んだ理由でこの曲を選んだ理由としては、まあ、そのこの別にグッバイって2インチで、まあ、一番まあいい曲だと思ってるんですけど、まあ、これ失恋の曲なんですけど、失恋したからっていうわけではないんですけど、まあ、普通にその、まあ、大学生活の、まあ、グッデイグッバイっていうその、まあ、題名が好きで、まあ、グッデイっていうのは私にとって、まあ、大学生活で、まあ、その大学生活に恋焦がれてたけど、まあ、普通に今から、まあ、社会人になると、まあ、なくなるよねってことで、まあ、グッデイグッバイにしました。であともう一つの理由なんですけど、その、まあ、高音っていいところがあって、その全員乗せることができる、その PA とかの人は申し訳ないんですけど、そういう暴挙ができて、他のベースとか一人ずつしか乗れないけど、まあ、そのみんなと一緒に乗りたいという才能の思いがありまして、一緒にやらせてもらいました。まあ、ということで残りの皆さん、後輩たちも、まあ、同期も残りの楽しい学生生活を送ってください。ではグッデイグッバイ。